さあ、マッチングしました。どうも、ベラです。今日は、リバーシやっていきたいと思います。リバーシですね。これ、オセロとかね、なんか、他の言い方もあると、まあ、とりあえず知らないけど、お、相手早いですね。これ、慣れてる人かもしれない。今回はこっちが白なんですが、早い。ちょっと斜め取っていったんですが、ひっくり返されまして、じゃあ、こういきます。そうくるか。そしたら、これね、今アシストオンできるんですよ。これ、Y ボタン押したらね。だからどこに置けるか分かって、相手が置けるのも分かるんですけど、じゃあこういくわ。こういって。慣れてるね。は、めっちゃ早いですもんね、これ。とりあえず端っこですね。四隅とか端っこ取りたいので、できるだけ真ん中で攻めていきたいが、で、思考のタイムがあるんで、こういくわ。こういって。慣れてるねー。んじゃあ、こういくわ。どうそこ来るか。んじゃあ、これ結構ね、一手一手が大事なんですけど、こういくわ。まとめて取ろうか。オッケー、オッケー。縦並べてくるか。そうくる？ここ行くか。端っこを取りたいが、時間がある。それまでに決めないと。こう行くわ、こう行く。これ斜めもいけるんで。そこ置いてくるか。そこ置いてくると、白黒って感じで、相手斜め取ってきそうだな。やけど、こういくか。これ、あそこ置きたくなるよな。なるけど、こっち。で、そうくるか。で、こういくわ。これ、ちょっと端っこ取れてるので、じゃあ、こういくわ。オッケー、オッケー。そこ来るか。早いな、返しが。慣れてますね。これ、最後にめちゃくちゃ捉えて終わる場合もあるんで。そう来る？結構。これでどう？これはここですね。ここ行っても結局は、ここ置いてくる。置いてくるよね、そこね。そうやね。ここ行く。端っこね、あっこ取りたい。これどう来るかな？どう来る？四隅取りたいが、ここ行くわ。じゃあ。取ってくるよね。取ってきた。じゃあ、ここ行こう。端っこ取られてるわ。端っこを取りたいわけなんですけど、そう来るか。こう行くわ。どうかな、これ、互角の勝負かな。ここ行く。取ってくるよね。早いね。四隅取ってくんの。ちょっと2つ取られたんで、2つ四隅取りたいですね。こう行くわ。やばい。ちょっとひっくり返しすぎじゃないか。OK、こう行くわ。やばい。四隅。こう行くわ。やばいぞ。いや、この人うまい。絶対うまいわ。将棋とかやってんちゃうかな。将棋ね、ルールわからないんですよね。駒によって動かし方があって。じゃあ、アシストがあればいけるとは思うんですけどね。違うとこ置けないんで。こういくわ。なんか黒一色になってきたな、これ。こういくわ。ホワイトにせえへん？ホワイト。白いよ。黒もいいけど。じゃあ、こういくわ。うんうんうん。オッケー、ここは取れる。うん、これで置けるとこね。オッケー。よし、あと1箇所取りたい。うん、こう行くわ。うん、オッケー。取れる。よし。これどうかなー。よっしゃ。いやー、ブー。うまかった。いや、大さんありがとうございました。はい、マッチングしました。ではまた違う方ですね。対戦していきたいと思いますが。リバーシ面白いですね。とりあえずひっくり返して、これ分かりやすいんでルールがいいですね。これ2棚で5目並べとかなんかあるんですけど、まあ、これがやりやすいということで、この人は結構考えてくる人かもしれないですね。おー、縦にそう来るか。今回も白ですね。白で後攻で、じゃあ斜めいくわ、斜め。斜め大事でしょ。ああ、斜め潰してくる、そうくるか。まあ、どっちかなんですが、じゃあこう行くわ。どうくる？どうくる？ああ、斜めくるか。斜めくる？斜めってるか。じゃあ。これ結構置けるとこあるが、うん、こう行きます。こう行って、斜め来るか。いやー、いやらしいな、斜め。じゃあ、こう行くわ。これ結構いいんじゃない？あと黒が2つで、全部潰してみたいですね。そこひっくり返してくる。こう行くわ。どう来るかな。いや、斜め来る？斜め好きだねー、君。斜め好き。じゃあこういくわ。どう斜めね、大事なんですよ。真ん中の方とかね、取るとひっくり返せないんで、あー、いっぱいひっくり返してきたね。そろそろ端っこ行った方がいいのかな。四隅とかね、4つの端っこ取りたいが、どうしよっかなー。じゃあここ行くわ。まだ端っこは行かない。四隅は行かない。四隅の隅は行かないっていうことで、考えてますね。頭の体操にいいですね。お、端っこ来たか。ちょっと黒が多い。そしたら、これは、こう行くわ。斜め。こっちも斜め行ったる。斜めどうちょっと黒増えてきたな。まあ、最後ね、斜めとかひっくり返したらいいが、こういくわ。そこ来る？そこもし来た場合は、どうするみー。ああ、来た。はんはん。ほんじゃあ、隅行くわ。隅って斜め取って。結構いい感じの勝負ですね。そうだね。ほんじゃあ、どうしようかな。あ、ここ行くわ、ここ。ちょっとだけ取って。あ、こういってくるかな。あー、やっぱ来るよね。そう来るよね。見逃さないよね。相手もアシストオンなのかな。こういくわ。このゲームいいですね。アシストとか、わからない人でもできたりとかするんで、本当にいいです。結果、どうしようかな。相手。じゃあ、こういきます。結構相手考えてきますよね。考えてきていいですよ。勝負なんで。どうするどうしよう。こういきます。やっぱ斜め美味しいですね。斜め取って、隅がね、ちょっと黒に取られてるんで、あれ注意ですね。白があとちょっと固まってるので、こう行きます。どこ置いてくる？できるだけね、端っこ取らしたくないとは思うんですけど、それどっちも同じなんですよね。相手も考えて、まあそこ来るかな？そうやね。ちょっと黒多いね。ブラックだね。君ブラックだね。じゃあ、これね、ここ置いたとして、そこ置いてくるよね、多分。そう来るよね、そう来るよね。そうだよね。そうだよね。ほんじゃあ、四隅取りたいな。4隅全部取ったら、いい感じだと思うんですが、あそこ置いてくんなよ。四隅置いてくんなよ。置いてくんなよ。置いてくんなよ。置くなって言ったやんか、もう。やっぱあれですかね。ちゃんと取ってきますね。そう来るか。じゃあこう行くわ。どう？ちょっとこう、一個間隔空けてやるっていう。どう？どう？ちょっとね、4分の1、4分の1取られたんで、端っこね、あと3つなんで、そこ取っていきたいですね。こういって、どうしてくるかな。置くとこ、ね、結構縦一列とか結構あるけども、そこ来る？そこ？どうする？そこ来る？ほんじゃあ、今4箇所置くとこありますが、ここ置いたとしてね、あっこ置いてくるんだろうな、左上んとこ。ほんまにさ、ほんまもう、やっぱ見逃さないんですよね。そう来るか。全部は取らせへんぞ、端っこ。こう行きまして、これ慎重にですね、最後めちゃくちゃ取って逆転とかね、なんかそんなんもあると思うんで、これまだルールがわかるんで面白いですね。わからないな、ちょっとね、あれなんですが、一応51個あるんですけどね、結構ブラックですね、面が。取り返していきたいと思います。ギャーっと、まあ、後でね、ギャーっと取ってったらいいんで、で、こういくわ。反撃開始みたいな感じで。どう？じゃあこういくわ。斜めどう？斜め美味しい！最高！お！一個飛ばしの底置いてくる？そこ？そう来るか。じゃあ、ですね、こう行くわ。墨を、こっち側の墨はもう白にする、ホワイト。ブラック企業よりもホワイト企業の方がいい、絶対に。ほんで、これは、とりあえず四隅がね、ここ行こうか。ここ行きます。そこ来る？ 3 箇所のうちどこかやけども、これ結構四隅取れるとは思うんですよね、白が。そう来る？これが、どうしよっかな。頭使いますね、これ。アシストオンにしてるとはいえ。じゃあこういきます。やっぱ斜め大事ですね。斜めでガッとひっくり返すっていう。どう来るねえ、そこ端っこ取りたいけど取れないよ、置けないよ、ということで。どうする？じゃあ。こう行くわ。どう来る一応4箇所置けますもんね。4箇所置けるんで、そこ置きたくないよね。捉えたくないもんね。そこ来る？そこ来る？どうする？どうする？時間なくなるよ。オッケー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 。ほんじゃあ。ね、取るわ。オッケー、どうも。四隅来ました。四隅全部取られることは阻止していく。はい。どうしてくるかな。これどっち置いたとしても、多分いけますよね。四隅取ることが。結構積んできたんじゃないですか。ポケモンの受けポケモンみたいな、受けパによくやられるんですけど、それリバーシでしっかり返していく。じゃあここ行くわ。よし。はい、そこ置いてもらって。はい、お利口さん。じゃあここ行くわ。はい、オッケーオッケーオッケー。で、最後。これはいったっしょ。オッケー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 。はい、対戦ありがとうございました。